末になっても止まないロシアの侵略戦争の中でもウクライナ東部にあるドネツク州で、ウクライナ軍とロシア軍による戦闘が激戦区となっているよ。11月に入るまでは勢いが弱まっていたロシア軍が、打倒ウクライナ軍として動きを強めているな。お互いに一歩も譲れないってわけだね。まあロシアがこのまま引き下がるわけないとは思っていたけど。さて今回はそんな東部ドネツク州について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年11月にロシア軍は南部にいるロシア軍を東部に集中させる戦術をとっていたんだけど、南部ではアントノフスキー橋がすでに破壊されたことにより、ウクライナ軍のドニプロ川への渡河を阻むことに成功したと思っていたのもつかの間で、現在の戦況は、ますます厳しくなっており60キロも後退するほど追い込まれているんだ。2022年12月22日時点では、ウクライナ軍がヘルソン州の首都ヘルソン市を奪還してから1ヶ月以上経過したけど、その後もロシア軍の砲撃などが繰り返されて市民は安らぐこともできず、東部戦線南部戦線ともに局所的に激戦が展開されているね。ロシアがウクライナ侵攻を開始した2月24日以降すぐに、クリミア半島から進撃してきたロシア軍部隊に対してある作戦を立てていたわけだけど、それはヘルソン州を二分するかのように流れるタイガドニプロ川を渡河する前に、ヘルソン市に架かるアントニフスキー橋と、そのそばにある鉄道橋を爆破し、ドニプロ川で防ぐという作戦内容だったよ。しかしながら、ヘルソン市の行政及び検察の組織や、ウクライナ保安庁 SBU 内の上層部にロシア側の協力者がいたため、ロシア軍が迫っていたにもかかわらず、橋を落とさずやすやすと渡河させてしまう結果となったな。その反逆行為によりヘルソン市は陥落し、ドニプロ川西岸のヘルソン州及びムイコライウ州を大きく占領され、一時はロシア軍がムイコライウ州の州都ムイコライウ市の近郊にまで、迫る状況となってしまっていたのも事実だぜ。しかし、3月に入ると展開が一変し、ウクライナ軍は、圧倒的な戦力差のあるロシア軍の進撃を止めるために反攻し、戦闘機や戦車重火砲の支援を受け始めたのがちょうどこの頃だな。トルコ製の攻撃型ドローンバイラクタル TB2 をはじめとし、西側諸国から供与された携帯式の対戦車ミサイルジャベリンや対空ミサイルスティンガーなどの武器支援を受け、それらをウクライナ軍はうまく活用して、ロシア軍の攻撃に対して防戦のみだった形勢を逆転し始めたよね。バイラクタルの戦果は凄まじいものだったよね。それらの支援により、一瞬で陥落すると思われていた首都キーウに入っていたロシア軍をロシア国内やベラルーシに撤退させ、東部戦線ではウクライナ第二の都市ハルキウをも守り、南部においてはムイコライウに迫っていたロシア軍部隊を押し返すことに成功したよ。その後のウクライナ軍は、攻撃を受けている間にも愛国心に燃えて軍に志願するウクライナ人に訓練を施して部隊を練成し、西側諸国から供与された最新兵器高機動ロケット砲システムであるハイマースをはじめ、NATO 各国から供与された自走式牽引式各種の 155mm 榴弾砲から発射可能な、GPS 精密誘導かつ90クムもの長射程距離を持つロケット弾 M30、M31 や、M982 エクスカリバー榴弾砲弾を手にしたんだ。供与された兵器を使用することにより、ロシア軍の兵站施設や補給路などに大打撃を与えて弱体化させ、反転攻勢に転じており、8月末には南部戦線においてハイマースなどによりロシア軍を掃討するとの宣言を行っているな。この宣言はあくまでもロシア軍を引きつける陽動作戦であり、これが功を奏してウクライナ軍は虎の子的な存在である。飛行部隊を東部ハルキウ州に投入して攻勢に転じることにも成功していて、そのままロシア軍を瞬く間に改装させてハルキウ州を奪還し、現在はドネツク州とルハンシク州において慎重に非占領地奪還作戦を展開しているぜ。また、南部ヘルソン州の戦線においては、州都ヘルソン市を含むドニプロ川西岸に展開していたロシア軍部隊をドニプロ川まで追い詰め、身体に困ったロシア軍は11月11日に東岸へ撤退させ、
その結果ウクライナ軍は3月以降ロシア軍に州都として唯一占領されていたヘルソン市を奪還する運びとなったね。一方東部戦線では、ルハンシク州西部をウクライナ軍がわずかながら東に戦線を動かしつつあり、ドネツク州ではバフムートでは12月15日、に S7 ピオン203ミリ自走カノン砲によって、ロシア軍拠点を砲撃してウクライナ陸軍第43独立砲兵旅団が必死にロシア軍の攻勢を阻止しているよ。もしもロシア軍にバフムートを制圧されてしまったら、ウクライナ軍の補給路を断つだけではなく、ドネツク州内のウクライナ軍の拠点であるクラマトルスクと、北方に位置するスラビャンスクに続く主要道路を支配下に置くことになってしまうんだよね。そうだね。振り返ると11月初旬はロシア側と西側諸国からの情報ばかりで、ウクライナ政府や参謀本部、軍が発信する戦況に関する情報が少なく、ゼレンスキー大統領もビデオ演説などで多くを語っておらず、この状況は、まさしく8月末から9月にかけてハルキウ州奪還作戦を展開した際の状況に似ており、ウクライナ軍による統制によって情報が遮断されているのではないかと囁かれているよ。11月中旬頃になるとロシア側から入ってくる情報に関しては、かつて旧日本軍が発信していた大本営発表的なフェイクが盛り込まれたものではなく、ロシア軍の苦戦を素直に伝えるものが出てきていて、特に侵略開始直後には言論統制を受けていたと見られるロシアの独立系メディアからの情報発信が活発になっていたよ。そして、独立系メディアビョールストカが東部戦線において、9月21日の部分的動員令によって動員されたロシア軍の動員兵部隊から500人以上の戦死者を出したと報じていたが、この報道をロシア国防省が否定する声明を発しているのにも国内で齟齬が起きていると予想されるぜ。その報じられた内容には、ロシア軍の動員兵たちが劣悪な状況で訓練を受け、満足な装備も持たされずに最前線に送り込まれて戦死者が増えていると、SNS などに投稿されていて全くのフェイクニュースではないと見られているな。また、動員兵の生存者の話によると11月に最前線へ配置され、塹壕を掘るように命じられたものの、570人の部隊にシャベルも全て与えられないまま、ウクライナ軍の激しい砲撃を受けて500人以上が戦死したとの証言を報じていたよ。一方でゼレンスキー大統領は11月20日のビデオ演説において、東部ドンバス地方のルハンシク州の戦線でロシア軍の攻撃が激化しつつあり、20日だけでも400回近い砲撃を受けたことを述べた上でこれまで同様、最も激しい戦闘がドネツク地方で行われている。ドネツク州では天候悪化のために20日の攻撃は減少したが、ロシアからの攻撃は残念ながらまだ毎日のように行われ非常に多いと語ったね。ロシア軍ドニプロ川西岸から撤退させた部隊を東岸で再編成させた後に、その大部分をドネツク州に転戦させており、ウクライナ軍が10月に東部の町リマンを奪還するなど有利に展開していた戦況が次第に膠着しつつあるものと見られていたんだ。ロシア軍はヘルソン州とザポリージャ州に展開している部隊を合わせて再編成しているとの見方があるため、ウクライナのレズニコフ国防相はロシア軍は正規軍の中でも指揮トレンドが高い空挺部隊、特殊作戦部隊、海軍歩兵などを集めて精鋭部隊を構成しており、その大部分はザポリージャ州のメリトポリに再配備されているものとみられる。また、一部の部隊をベラルーシとの国境に移動させて首都キーウ方面に再侵入する恐れもあると指摘していたよ。一方でロシア空軍及び宇宙軍のスロビキン総司令官が、ヘルソン市の市首を言命するプーチン大統領に対して、ヘルソン市を含むドニプロ川西岸に展開していた部隊を撤退させる代わりに、ドネツク州を完全制圧することを約束していたんだけど、12月現在においては達成されていないよ。しかしゼレンスキー大統領が指摘したように、今もなおドネツク戦線が激戦地となっていることが、再編された部隊をドネツク州に配備することをプーチン大統領に約束したとされる。スロビキン総司令官の動きを裏付けているというのは間違いないだろうな。ドネツク州では、プーチン大統領の右腕とも呼ばれる民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊がバフムートで攻勢に出ているなど、ウクライナ軍が押されている地域もあり、
ここにヘルソン州から撤退した2から3万人とされる大部隊が投入された場合は、ドネツク州にいるウクライナ軍の劣勢が強まる可能性も十分に考えられるね。ゼレンスキー大統領は12月21日にワシントンを訪れ、ホワイトハウスでバイデン大統領と会談しており、ロシアのウクライナ侵略が長期化する中、両首脳は連帯を確認し、バイデン氏はウクライナへの支援を継続する意向を改めて伝え、これからの現状を両軍がどう乗り越えるかが鍵になるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。